2023年3年月、阪神との強化試合を控えた侍ジャパンのナインは大阪の焼肉店に結集していた肉を頬張り、杯も進む世界一奪還に向け、栄を養うその前に一同の矛先は世界一の通訳、に向かい。野球に携わる仕事をしたい、日ハムの通訳に採用され道が開ける。 10年間で総額7億ドル約1015億円というスポーツ史上最高額でドジャース移籍が決まった大谷翔平29彼を献身的に支え続けているのが専属通訳の水原一平氏38だ北海道苫小牧出身の水原氏は6歳の時に和食料理人の父秀正さんがアメリカで店を開くことになったため一家で渡米 現地で大学まで出雄の,のファンで試合観戦に行っているうちに野球に携わる仕事をしたいと思うようになったそう9年の WBC 決勝戦でイチローが放った決勝打を見てさらに野球の虜になったスポーツ指揮者しかし大学を卒業してからは商社で酒の販売や飲食店でホールのアルバイトをしていたという 当時の時の給は8から9ドルだった。転機が訪れたのは12年27歳の時日ハムの通訳に採用され道が開けるフランクな関係から信頼を築いていくのが水原流沖縄キャンプでチームに打ち解けられない面倒さをスナックに連れ出しては肩を組んでカラオケを熱唱していた日ハム版記者 通訳だけでなく二刀流以上の活躍で大家を支えた通訳としてキャリアを築く中で会ったのが大谷だった18年大谷がメジャーに移籍すると水原もエンゼルスと契約し再びアメリカに渡る次々記録を塗り替える大選手を通訳としてだけでなく運転手キャッチボール相手 坊まで二刀流以上の活躍で支えた英軍は21年11月水原に最優秀通訳賞を贈ったそんな世界一の通訳も大谷と共にドジャース移籍が決まった相棒の超高額年俸が話題だが本人の収入も気になるところ侍ジャパンの決起集会で酔った選手に年収を聞かれ スポーツライターの友成那智氏が語る球団職員の通訳として支払われるのは10万ドル約1400万円が相場これに食事や遠征の手当がついて15万ドル約2000万円くらいではないかこれが大方の見方だが実は水原氏の収入が明るみに出たのが冒頭の場面 翌日に阪神との強化試合を控えた3月5日侍ジャパンのメンバーは大阪市の焼肉店名月館上本町本店で決起集会を開いた大谷はもちろんダルビッシュ有や吉田正隆、山本由伸など日本球界屈指のトップ選手約30人が集まったまずは阪神をボコボコにしましょう大家の乾杯で幕を開けた宴 約4時間で肉は150人前米は30号が店から消えた注文の伝票の厚さは1 5センチにもなったという酒も進み酔いが回ると選手たちの話題は水原氏の年収に決起集会に参加していた若手選手の1人が明かす酔った勢いで選手の1人が一平いくらもらっているんだよと絡みました 水原さんはいやいやといなしていたがやがて質問攻めに屈しこう自供したよ4000万から6000万円の間ですよ相場を大きく上回る金額に選手からはおうと歓声が上がったという遺跡で基本球が跳ね上がった可能性もすでに通訳史上最高額を手にしている水原氏だが 今回の移籍でさらに上振れする可能性も争奪戦となったことで土軍が水原も好待遇で迎え入れると契約条件に入れた可能性があり基本給が跳ね上がったかもしれない大谷個人とは年俸の約2%の報酬を払う契約を結んでいるとされています友成氏雇い主は10年で1000億の契約 そこから2%の報酬を受け取るのだとすれば、水原氏の年収は2億円を軽く超えるかもしれない。彼が訳す言葉はまさに金言なのだ。